はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。柳様、ももてぃ様、京子様、松本様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮でございます。ありがとう頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。なんか真冬なんですけど、朝は2度ぐらい都内でねなっちゃったんですけれども、日に焼けてしまいました。なんでだろうな、南足柄市なんかに行ったからでしょうか。セブンホールディングスがデパート部門を売却、そごう・西武、をですね米国投資ファンドに、売却だそうであります。でヨドバシカメラもですね、一口噛んで、つまり持ち株分けてもらって、池袋の西武東口ですねにヨドバシカメラを展開する方針だと。高野幸雄区長記者会見全国放送されておりました。ヨドバシが低層部に入るのは反対だ、入ってもらいたくない。なんかね、東口は池袋の玄関顔だから、今はビトンとかグッチとか入ってるんですけど、まあそういうのがいいみたいな。長年育ててきた顧客や富裕層も離れ、今まで築き上げてきた文化の街の土壌が喪失してしまう。なんか今は文化の街、顧客や富裕層がいるみたいなことを、言っちゃって、非難轟々でした。ヨドバシは文化的じゃないのか。ヨドバシが来たら文化の街じゃなくなるっていうのが非難轟々。久しぶりに区長の話題聞いたなって思ったら散々だな。しかも全国放送されたみたいな記者が言う。ネットの話本当に言ってて草。ヨドバシじゃあいいです、マジで言ってて草。何様だ、金も出さずに採取すんな、そんな大層な街じゃねえだろ。池袋なんて埼玉県民とオタクと中国人の街じゃねえか。ヨドバシが文化的じゃないと、こいつは相当にバカとしか。地方の赤字路線とかもそうだけど、だったらお前が金出せよとなるよな。池袋が文化の街。高野区長84歳、情弱の極みです。年齢的にしょうがねえのかなって思いますけれども、私に議員時代も、ゆっくりゆっくり歩ってました。ゆっくりゆっくり、よちよちと歩っておりました。まあ84ですからね。典型的な情弱。テレビと新聞しか読んでねえよな、きっとな。メディアにも多く取り上げられるんで、しょっちゅう嬉しそうにさ、少しも疑わないところは呆れてました。双子とめにはですね、文化文化言っててですね、区民からはメルヘン高野と、陰口叩かれておりました。新築の晴れ座、旧豊島公会堂建て替えしたんですよ。でね、その建て替え途中で、私も議員中ごとで見学行ったりしたんですけど、新築の晴れ座にですね、宝塚、どんなつてで呼んだのかもしれないですけど、まあ落成式で宝塚呼ばってきたぐらいで、文化の街にはならないよ。それよかもっとですね、羅針盤とか、羅針盤っていうのは同人誌ですね、販売する店舗、アニメイトの向かいに1店舗あるなと思ったら、ごく近くに2店舗1本目がこの前できておりまして、下がってるなぁ、思ったんですけど、虎の穴の店舗とか誘致した方がええよ、文化の街にしてんったら、まあオタ文化の街ですか。旧池袋保健所をですねアニメイトに売っちゃってですね、そこと合わせて巨大本店がもうすぐできるのは判断が良かったなぁ、思いましたけれどもね。つい先日もですねサンシャインの58階でチャイニーズマフィア100人が宴会&殴り合いで5人逮捕、5名逮捕したばっか。池袋が文化の街だなんて区長以外誰も思ってないっすよ。池袋北口なんかあれだもん、中国語だけの看板とか無数多数にあるようになっちゃいました。メニューもですね中国語しか書いてねえ、日本語一切書いてねえメニューの中華料理店なんかもできております。長年育ててきた顧客や富裕層も離れて、顧客や富裕層が離れて採算合わねえからデパートが売り飛ばされたんでしょうが、デパートごと
部門ごと。何言ってんでしょうね。やっぱノーモロおかしてんのかな。区長24年やってて6期、84歳で春に任期満了です。次はさすがに出ないだろうな、引退だろうなって思ってんですけど、顔色悪いし、豊島自民は誰立てんだろうな、ちょっと興味、ありますね。富裕層、あのね、聞いたんですけど、そういう商売やってる方に以前聞いたことなんですけど、同じヴィトンでも、同じエルメスでも、そのね、銀座本店のタグついてた方が、あれだって、高く売れんだって、中古で。池袋、西武店、とかのタグは落ちると。だったらね、みんな銀座に買いに行っちゃいますよね。やっぱ銀座本店っていうタグついてる方が高く売れると。中古でね。まあ、ブランドの差なんでしょうけども、それもね、まあ、池袋なんすって、埼玉県の人は、首都って思ってるらしいですけど、埼玉県の首都です。池袋は。まあ、ちょっとね、懐かしい、名前出てきたなと思ってお伝えいたしました。宮沢洋一自民党税制調査会長、増税案に全員賛成した、いただいた。共同通信、ネットの話、絶対嘘。増税推進派は平気で嘘つく、クズ。俺は賛成してないけどな。賛成は国民から得るものでは、できレースなんだよな。終わった。自民党完全に終わった。逃げるような増税って初めて見た。青山さんや高市さんが明確に反対してるから、全員賛成は信じられない。みんな賛成って言うなら、解散して民意を問えと。自民党議員7割が反対したはずなのに、おかしいなって思ったら、よーく読んだらですね、共同がですね、まあ、フェイクニュース、悪意のある報道配信、犯罪なんですけれども、幹部会合後と小さくありまして、まあ、全員賛成した全員っていうのは、税調会幹部の全員っていう意味です。まあ、数名だろうな、数名。もともと税調会幹部は全員財務省の犬ですし、宮沢洋一会長もですね、宮沢喜一の息子で、原宿にマンションあって、そこ住んでるらしいんですけど、そこは財務省マンションって呼ばれてて、財務省の犬です。大体ね、宮沢内閣が、0から3% に消費税導入しちゃった財務省の犬だから、親子揃って、親子代々財務省の犬、サラブレッドは馬か。まあ犬にサラブレッドってのもおかしいですけど、由緒正しい財務省の犬、宮沢洋一。さらに宮原純子さんに、増税は叩き台だけ示して、結論は1年先送りとなりました。これが結論ですね。つまり1年先送りに全員賛成してっていうことじゃないか。共同の嘘、大げさ、紛らわしい報道犯罪では、共同と時事のですね、日本二大嘘つき、通信社は一遍潰した方がいいですね。ツイッターなかった頃は、三原さんからの情報も得られずに騙されっぱなしだった。我々。全員参加が、なんか自民党議員全員参加したみたいに刷り込まれちゃって、嘘つきスパイにとってはやりにくい世の中になったもんだな。我々にとってはいい世の中ですよね。1年猶予になったが示された叩き台はこちらであります。法人税プラス 4%、 復興税の 1% を防衛目的税。出たー、変な名前つけて、反対しにくくするやつ。にしてですね、2037年、あと15年までだった徴収を10年間延長。タバコ1箱につき、プラス60円。が示された。叩き台。ネットの話です。増税の決断だけは早い。国民に負担ばっかりで、うんざり。物価高に増税って、頭が悪すぎる。NHK の年間数千億円の利益が非課税なのはおかしい。NHK 最低1000億円以上は利益出してて、毎年ね、なんか株買っちゃってみたり、積立金増やしてみたりしてますからね。特殊法人つって、法人税免除されてるんですよ、NHK。他にね、特殊法人って、法人税免除されてるのが、東京メトロであるとか、JT、JT、タバコ、塩。
昔の専売公社ね。あとどこだっけな、政策金融銀行なんかも免除されてんじゃなかったっけかな。五輪やれる国なのにいつまで復興行ってんだ。それもそうだな。なね、復興し税取んなくちゃいけないぐらいボロボロの国で五輪なんかできねえわな。法人税プラス 4% で 33.74% ってなって、今現在世界7位なんですけど、今1位のポルトガル 31.5% を楽々と抜いて1位になります。法人税 4% 増税されたら今7位なんですけどね。まあこれでますます企業の財布の紐も固くなって賃金上がんなそうだなー、思いますねこれ。内部留保金に課税しっかなんて、いや案が出てそれ二重課税じゃねえの、言われたら直接法人税上げるって話になってきたな。トランプ大統領の公約でですね、法人税減税されてんですよ。で、トップ10に出てこないですよね、アメリカね。商売しやすいはずなのに。米国にですね、本社を移す企業も出てきそうだな、俺な。キューピーとか、アメリカ行っちゃったらどうしようって。日本人の味、ブルドッグとか、アメリカ行っちゃったらどうすんだ。トヨタがアメリカ行っちゃったらどうすんだって話なんですけどね。まあ、これが実現したら、実質税負担率、現在の 48.1% から、確実に 50% 超えんじゃないのかな。財務省誰か止めないと帝国滅びますねこれ。まあバカが総理やっててたやすく洗脳されちゃうのがいけないんですけどね。やっぱ山上の黒幕って財務省じゃねえの。安倍さんにあんなことあってから急に財務省が鼻息荒くて鼻もげそうなぐらいですもんね。かつては中川翔一さん財務大臣が財務省の毒牙にかかりましたよね。なんか変なもん飲まされて酩酊記者会見かなんかさせられて、やりかねませんよ財務省。山上の黒幕財務省じゃねえの。安倍派94名を固くまとめ上げてて増税許さないって安倍さんが邪魔で邪魔でしょうがねえ財務省はね。財務省復興税の徴収が2037年で終了してしまう。そんなのやだやだいうことでまたぞろですね、防衛目的税なんて名前こしらえちゃって。何度も言いますけど金に名前書いてないですからね。目的税は全部財務省の嘘です。反対されにくくするための奇弁です。だから騙さないでください。復興税っていうのも奇弁です。所得税、とかに含めればいいものを、反対されにくくするために復興、じゃあ復興しなくていいって言うんですかって言うために、名前つけてる奇弁です。騙されないでください皆さん。タバコに関しては、まあ、嗜好品なんで、まあ重税が嫌ならやめればとしか言えないですね。これが米とか小麦だったら大問題ですけどね。小麦がなければコーンを食べればいいじゃないって言ったって毎日トルティーヤ食うわけにいかないっすよね。まあタバコだったらやめられるし、酒税なんかもまあ高くてやだすんだったら飲まなげいいし、有権者は来春の統一選で自民と公明に痛い目見てもらってですね、思い知らさないと。自公の税調調査会で、法人税とかタバコとか復興税とか決めたらしいですから、公明党もグル、宮沢、橋本、野田内閣、増税した内閣は2年持たないって実績あるんですよ。とするとですね、今の増税政権は来年9月までの命、それまでに倒れんじゃねえか。来春の統一選で自民がボロ負けして、岸田引責辞任の流れに期待であるなぁ、思います。来年度の安全安心予算、括弧防衛費。安心安全予算って言い換えたら反対しにくくなんじゃねえのパヨもって思うんですけど、が判明。今年は 5.4 兆円過去最大、来年は 6.8 兆円過去最大、 1.4 兆円ばかし増えるそみたいですね。トマホーク500発購入に2113億円、
ウクライナで有用性が実証された攻撃型ドローン調達も、計上してあります。ネットの話です。トマホークは1発3億、500発で1500億じゃなかったのか、そこは中抜きだろう。核ミサイル搭載、原潜がコスパ最強。三菱重工の移動式小型原子炉をミサイルに詰めば、以下パヨとゴモの泣き言が始まります。戦争を避けるためなんだからパヨも協力しろ。ぼったくりワクチン買ったより安い、6.8 兆以上買ってんのか、ぼったくりワクチン。一説によると厚労省の幹部はですね、いやワクチン買っちゃったからあの5類に落とすねえよなんていうですね、責任問題になっちゃうから、いいから責任取れるって話なんですけど、米軍再編経費含むがちょっと気になりました。これっていわゆるあの米軍の駐留費を援助してる思いやり予算ってやつかな。だいたいあの全部で5800億円あるみたいですけどね、安心安全予算 GDP2% 達成で NATO に入れてもらいたい目的で予算大きく見せてるってことなんですかね。それも含めちゃって、まあ NATO に入れてくれもらえれば何でもいいですけど、共同通信締めの言葉が軍拡競争の激化への懸念も強まりそう、これは懸念して反対して騒いでほしいっていうことなんですけど、事実だけ淡々と伝える、共同の感想なんかいらねえってね、増えた 1.4 兆円は増税せずに達成できたようで、なんでやればできんじゃん、5年後に1兆円足りないから増税しますって話だったんですけど、42兆円は確保してあんじゃん。あとは何の役に立ってっか全然わかんない、男女共同参画予算とか、活動が不透明な怪しい NPO の補助とか、あそこ総がかりとくっついてるんだってあそこ、あ、今話題の怪しい NPO 法人は総がかりの文と高田健とくっついてるんだって、すとあの菱山直子なんかもくっついてるんでしょうね、中核派なんかもね、補助と外国人生活保護と留学生優遇と自主制度やめろ、あと予算だけじゃなくてスパイ防止法や報道犯罪に刑事罰などソフト面の充実も必要ですよ。防衛ソフト面、一発でも着弾して一人でもあの日本人が被害が出ないと9条は防衛に有害ってみんな気がつかないですかね。日本人がやっぱ一人でも犠牲にならないとみんな目が覚めないんだろうか、お花畑さんの、逆にそういうのなければ増税したいだけの岸田に会見の時なんか全く期待できないんで何にもしないのが座右の銘、検討するが座右の銘みたいなね、ロシアウクライナ戦争が続いてるうちがチャンスなんですけどね、会見の終わればみんな一方的に侵略される脅威っていうのを忘れちゃいますからね、米国上院公務員の TikTok 禁止を全会一致で可決、アプリをインストールするとやべえんだってこれ、会員も通って成立する見通し、全会一致ですよ全会一致、この他にもファーウェイや ZTE のスマホ国内販売禁止にしたりと思い切りがいい、やっぱなんか情報を得てるんでしょうね、ネットの話、それでも平然と使う日本政府子供の教育に悪い、 TikTok は子供の教育に悪いそうです。なんかね露出の多いお姉ちゃんのダンス動画とかがいっぱいあって、デジタル庁 TikTok は安全、何言ってんだって話、ゴールデンで CM 流れててダメだなこりゃって思う、スポンサーなのでこの話題はスルーする、テレビ局中華ゲームアプリも危険、 LINE 禁止が先と、掲示板にゴモが大量に湧いてたましたので中共にとって非常に都合悪いニュースみたいです。これ、知れ渡っちゃうと困っちゃうみたいです。まあ、あの TikTok は中国共産党の、デジタル部門がやってる商売ですからね、情報を集めるために、テレビで TikTok の広告流れてるのか、テレビないんで全然知りませんでした。私だったらこのニュースは絶対放送されませんね、テレビではね。情弱の極み高野区長84歳はこんなこと一生知らないで終わりそうですね。まあ高野区長は TikTok も知らなそうですけど、実は私もよくわかんないですけど、
安心安全予算を増やしてもこういうソフト面でバーッとしてっとやられちゃいますね。危ないですね。国内では未だにファーウェイとか売ってんでしょうか。誘拐されますよ。位置情報とか勝手に中共に送られちゃって、突然戦争が始まってですね、突然ですねファーウェイスマホ捨ててちょうだいって、言われたら弱っちゃうでしょ。今のうちから持たないか変えるのがいいと思いますよ。なんかね、行きつけの店とか、毎週何曜日はここに行ってんなみたいな情報あると誘拐しやすいんだって。だから国会議員とか、大臣なんかはダメだぞ。LINE とかファーウェイとか TikTok のアプリインストールしててはダメだぞ。一般人はまだねあれですけどね。あとねハニトラっていうのもありますね。林海亀大臣が今度は単独で中国行くみたいなんですけど、結構な慰安旅行って感じじゃないですか。バカ野郎、奥さん連れてけって、奥さんは来んなって断固拒否みたいですけど、バカ野郎。でね、いついつ毎週何曜日はここ行ってんななんて言うとハニトラも引っ掛けやすいじゃないですか。いつも木曜日の10時からこのバーで飲んでるなんて分かっちゃったらさ、偶然装って、すごい美女が接近するとかね。だから国会議員は少なくともね、まあ県会議員でも危ないよ、区議会議員でも、まあ一般の人も危ないですけど、ファーウェイとかやめろって。TikTok とか LINE とかね、私 LINE やってませんけど事情がありましてやれないんですけど、まあ何も困んないですよ割と。困ってないって思ってるだけで、やってる人から見るとかわいそうな生活してるのかもしれないですけども、よくわかんない。というわけでメール当院さん大募集であります。よろしくお願いします。デトックスジャパン。